はいどうも、百均にです。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品こちらになります。ワイヤーブラシ、こちらどちらもね220円の商品になってます。金属研磨とかに使うワイヤーのねブラシになるのかな。これは金属に限らないのかな。要は塗装を剥がしたりとかね、ここにもね書いてあるんですけど、塗装剥がし、下地研磨、バリ取りなどにということで、ドリルとかねインパクトみたいなやつに取り付けて回転してねワイヤーでこう研磨する、そういったパーツがまた売ってたんで、こちらもねちょっと試してみようと思って買ってみました。こっちのエンドワイヤーブラシ、六角軸 25mm、6.35mm の六角軸がついてますということですね。最高回転数 4500rpm、 ワイヤー部の先端の直径が 2.5cm、 全長 8.4cm というふうになってます。こういうタイプのちょっと細めのねワイヤーブラシが一つで、こっちがカップワイヤーブラシとなってて、六角軸 50mm、 こちらも 6.35mm の六角軸がついてます。あと回転数も一緒ですね、 4500rpm、 ワイヤー部先端の直径が約 5cm、 全長が 6.5cm となってます。こちらもねちょっとこういうドライバーとかに、インパクトドライバーとかドリルに取り付けて使う、まあ、研磨用のものなんですけどね、こういうのまでねダイソー行ったら売ってるんですよね。だからこれもまあまあ塗装剥がしだ下地処理だとあるんで、ちょっと古くなったねサビのついたものとか、そういったの金属製のものをちょっと研磨するのに、使ってみようかなと思って買った商品ですね。ということで、早速開けてね実際ちょっとどんなものか見て、ちょっと外でねドリルにつけて実際試してみようとは思います。シャッキリ取り出したら現物こんな感じで、もう本当に針金ですね、このがいっぱいついたブラシになってます。これもどちらも大きさが違うだけって感じですね。だからあとはこれを取り付けて実際に金属部分にね当ててどんな感じで、まあ錆とかね塗装とか落とせるのかちょっと試してみようかな。一応なんかこう表記がありますね。ウェアアイプロテクションかな、なんか書いてあります。いろいろ。仕様ですかね。4500とかいろいろ書いてるんで、このあたりの、回転数とかそのあたりが書いてあるみたいですね。まあこれがグイーンと回って研磨される形だと思うので、こちらも実際にね塗装を剥がしたり錆を取ったりするのにちょっと試してこようと思います。シャッキリ、このねもう古いサビサビのナタ、ちょっとこれこの辺とかねワイヤーブラシで削って綺麗にしてみようかなと思います。これね2700までなんで全然回転数まだ上げれるんで、こちらのインパクトドライバーでも全然はいできます、使えますね。いけました。はい、ということで今回はこちらのインパクトドライバーにねちょっと取り付けて試してみました。金属、まあまあ汚くなってたナタ、結構でもね、整備とかね、特に何もしてなかったナタ、表面もね、真っ黒になってたんですけど、あれもだいぶこれで目綺麗になったかなと思いますので、こういった感じでね、使える。まあ、サビ取りとかに使うには使えそうなレベルかなと思います。まあ、200円なんで、消耗品としてね、こういうのも活用していくのもいいかなと思いました。まあ、ただ、あと、これワイヤーのね、先、針金がいっぱいついてるんで、結構触った時にね、刺さるんですよ。触った時の取り扱いですかね。この上の部分をね、触る時はちょっと注意してもらった方がいいかなと思います。まあ、塗装剥がしとかには、だから十分使えると思います。まず、こちら、エンドワイヤーブラシ。こちらの方が、ジャンコードがこちらですね。で、こちらのカップワイヤーブラシ。こちら、ジャンコード、こちらになります。気になる方はダイソーチェックしてみてください。広告コーナーの方で見つけました。1個220円の商品になります。
ということで、今回はこの辺で。また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。